三角形になるように横に半分に折って折り目を入れて広げます。三角形になるように縦に半分に折ります。右の角を少し折り目から出るように三角に折ります。下の角を上の角に合わせるように横に半分に折り上げます。上の角を下の部分を少し残して折り下げます。ひっくり返して反対も上の角を下の部分を少し残して折り下げます。折った部分を広げて水平にします。